目指せ最強召喚士。皆さんこんにちは。今日はね、前回しっかりミササギにアドバイスもらったから、今日こそはライオンの試練絶対クリアするわ。よし、じゃあね、まずパーティー、これ前回ミササギに教わった通りにやったんだけど、ちゃんとレベルもマックスにしたのよ。で、じゃあパーティー1から説明しようかな。とそのリュカをリーダーにしました。リュカをリーダーにすると、その BB ゲージだっけってそう、 BB ゲージ固まりやすくなるの。だからリュカをパーティーのリーダーにして、でマックスウェルは強いから入れた。でこのコルオールとこのシエラはダルバンシェルと同じ役割で、そのダメージを半減してくれるという役割だから、まあ2人のどっちかを使っていこうかな。で新しい子、この子ね、ちゃんと育ててあげたんだけど、この子は普通のブレイブバーストが状態異常をなんと回復してくれるので、スーパーブレイブバーストの方はその回復をしてくれるのと、3ターンの間状態異常を無効にしてくれる、かつ攻撃もしてくれるの。だからちょっとこの子ね、複雑だからすごい難しいんだけど、ちゃんと見極めていいタイミングで使わないといけないものなんだよね。でパーティー2はね、この新しい子がまた増えて、ファルマちょっと育てたんだけどね。そう、この子はカルデスの時のルザに麻痺をさせればいいとミササギは言ってたから、ちゃんとこの子をね使ってあげようと思うわ。その麻痺をしてくれるんだけど、カルデス戦のルザにちゃんと使ってあげないといけないから、ちゃんとターゲットにしてから使わないといけないっていう、なんとも私が忘れそうなキャラ。まあでもちゃんと頭に入れて、なんとか忘れないようにやっていこうと思うわ。他はまあいつもと同じ子から平気かな。じゃあ次はスケットはやっぱりグラジーがいいかな。グラジー、じゃあキュウリーさんと、パコさん、よしお願いします。どうか。よし、アイテムはね、聖水を外したの。それはね、このアルプネラがこの新しいスフィアを装備したらことで、その呪いにかからなくなったから聖水はいらなくなり、なんと新しい刀身の笛というので BB ゲージが溜まりやすくなるというアイテムを装備したから、きっと大丈夫だろうバッチシな気がするんだけど、大丈夫よね。これで勝たないとミササギもね、がっかりしちゃうからね。ヒゲはわからないとか言ってるこれでいいかな。よし、絶対勝つ、挑戦。これは勝たないとな。もう私も回復したからね、大丈夫。久しぶりゼブラゼブラはとりあえずパーティー1で、そう、残り 25% までは行きたいっていう目標で行こうかな。じゃあ最初はアルプネラにね、 BB ゲージをやって無効化にしてもらわないといけないから、スーパーの方だよねスーパーをやって、とりあえず今日は落ち着いてできそう、きっと。で、溜まりやすくなる。溜まらないね。やっぱりリュカ溜まってないから。じゃあとりあえずは様子見で行ってこう。BB 溜まるかな。
ゼブラ結構強っ。え、待って、こんな強かったっけ。マックスウェルが危ない。待って、回復しないと。回復回復。でもアルプネラ溜まってない。あ、そっか、回復。早速ピンチ。どうしようかな。じゃあ刀身の笛でとりあえず BB ゲージを溜めやすくして、しょうがないから微振薬でマックスウェルを回復させないとね。よし、回復してくれ。どんどん打っていこう。溜まったよね。お、びっくりした。溜まんないかな。やっぱ結構強いんだね、ゼブラね。やばい。強くない？なかなか BB ゲージたまんないから回復ができない。よし、やっとたまってくれた。コロール、これは取っといて。いけ、なかなか間違えちゃった。これできっとあんまり効かないはず。お、負けちゃった。やばい、あ、アルプネラ使えない、まだやばい。防御しようかな。防御しよう。シエラシエラ、あ、なんかもうハラハラする。危なくない？大丈夫かな。お、溜まった。マクセル耐えて。よし、違う子にやって。よしよしよし。あ、でもシエラとか溜まってない。打ってこう。アルプネラ行け。どっちかが溜まってくれないかな。やばい、やっぱ結構強いな。溜まらない、やばい。刀身の笛で溜まりやすくして、もうアイテムいっぱい使っちゃうよ。シエラとグラジーがね、スーパーの方がいいから、こうしてなんとか耐えてくれ。せなかったんだけど、リュカ。大丈夫かな、リュカ。後から来た。お、結構溜まりやすくなった。これでなんとかアイテムを貯めて。やばい、アルプネラたまらない。どうしようかな。アルプネラだけ防御して、他はグラジーはどう？グラジー溜まるまでも。うわ、防御。押して押して。よし。あ、間違えないように決めて。やばい？これ、そろそろ強い攻撃が来るんじゃない？半分だから。よし。ここで来てくれると信じて。こう。間違えないっていうし、みんな防御して。よし、あ、でも来るんじゃない、半分いったよね。はい、切った、よかった。大丈夫だよね。やばい。やばいじゃん。お、こんなギリギリ。あー、セーフ。マックスウェルが危ないな。でも回復やばい。マックスウェルどうしよう。よし、もう一回打ってこないと思うわ。待って、マックスも使うでしょ。グラジー、キロを持って、リュカも。よし、もうちょっと行きたいね。でも
マックスはもう危ない。あ、振られてしまった。まあでももうちょっと行くと思うけど、あ、アルプニル。やばい、コロールがとか半減系が。じゃあみんな防御して。みんな防御。これで BB が止まる。待つ。村人の影で結構たまりやすい。あー、ギリギリたまってないね、アルテメラは。あ、でもシエラができるから、シエラ、この二人を待っているから。もうちょっといけそうよね。せめてもうちょっと。あ、でもいいんじゃない、リュカ。あ、でもちょっと、でもな、スーパーの方がいいしな。しょうがない、スーパーを使う。グラジー溜まってないよね。よし、溜まってない。待つ、リュカついにかかってしまった。もうちょっといけるはず。がたまらない、ブラジーでたまると信じて。これで呪いを使うとこだけど、お、あ、これやばいんじゃない。やばここできた。あー、でも目標には達した。あー、よかった、これでいいのか。よし、まあじゃあどんどん攻撃していこう。あちょっと安心しちゃった、二人とも使っちゃったよ。うー、この野郎。でも目標にはいったし、ちょっと耐えてみましょう。お、お、これ撃ちたいよ、撃たせて。あ、そういう感じね。まあしょうがない、呪いにかかったくて足が間違えた。こんにちは、阿部奈美です。毎日最強召喚士になるために頑張っております。そう、衣装も毎回見どころがありますよ。変わってるのでね。可愛い衣装させてもらってます。チャンネル登録ボタンって知ってますか？チャンネル登録をするってことで、すぐに最新の動画が見れることになっております。ぜひ、登録をして見てやってください。パソコンの方はこの上の方のチャンネル登録ボタンで、スマホの方は下の方にあるチャンネル登録ボタンを押してくれれば登録ができます。ぜひよろしくお願いします。じゃあまたねー。